ダーリントン・ナグベは、リベリア・モンロビア出身のプロサッカー選手。サッカーアメリカ合衆国代表。コロンバス・クルー所属。ポジションは MF。リベリアのシュトモンドビアにて、サッカー・リベリア代表選手であるジョー・ナグベの息子として生まれた。1989年に発生したリベリア内戦の戦火から逃れるため、生後5ヶ月の時に母親に連れられリベリアを脱出。その後は、 サッカー選手であった父に従いフランス、ギリシャ、スイスと引っ越しを繰り返した。2001年、11歳の時にようやくクリーブランドに落ち着いた。クリーブランド近郊のレイクウッドの高校に通い、卒業後はアクロン大学に進学。大学のサッカー部では、ペリーキッチン、ダレンマトックスらとチームメイトだった。2010年には、 NCWA 男子ディビジョン・アイ・サッカーチャンピオンシップ優勝を達成した。2011年の MLS スーパードラフトで一巡目にポートランド・ティンバーズに指名された。4月2日のニューイングランド・レボリューション戦でプロデビュー。7月2日のスポーティング・カンザス・シティ戦で初ゴールを記録。2016年シーズン終了後にはセルティック FC から300万ポンドでの獲得オファーが 届いたが、遺跡は実現しなかった。2017年12月13日、105万ドルの金銭トレードでアトランタユナイテッド FC に遺跡。2019年11月13日、総額105万ドルの金銭トレードでコロンバスクルーに遺跡。2015年9月、アメリカ合衆国に帰化。これによりアメリカ合衆国代表でプレーすることが可能になった。 2015年11月13日、2018FIFA ワールドカップ北中米カリブ海予選のセントビンセントグレナリーム戦でアメリカが衆国代表デビュー。2016年5月25日、親善試合のエクアドル戦で代表初ゴールを挙げた。2017コンカカーフゴールドカップでは決勝トーナメントの全3試合に出場、大会ベストイレブンに選ばれた。 ありがとうございます。